ステファノ・ボンターデは、イタリア・シチリア島のマフィアで、パレルモ郊外のサンタマリア・デル・ジェズを縄張りとしていた、ボス。一部資料では、名前は、ボンターテとも表記する。パレルモ出身で、家は、祖父の代からマフィアだった。愛車は、ポルシェの彼ら。タバコの密売に深く関わっていたが、麻薬取引には、否定的だった。42歳の誕生日を友人たちと祝い、車で自宅へ戻る帰りに、信号待ちをしていた際、敵対していたサルバトーレ・リーナのヒットマンジュゼッペ・グレコに AK-47 で射殺された。彼の殺害後、いわゆる第二次マフィア戦争が勃発し、数百人のマフィオ氏が殺害される事態に発展した。彼の知人たちは、当局の情報提供者へと転じることとなる。ジュリオ・アンドレオッティに対して、シチリア島を支配しているのはマフィアであり、キリスト教民主党を南イタリアから一掃されたくなければ、我々の言うことを聞け、と脅したことがある。パレルモ市長のサルバトーレ・リマとは、親しく何度も会っていたという。しかし、ボンターデが暗殺されるとリーマは、サルバトーレ・リーナ・ラ・コルレオーネ一家と付き合うようになった。シルビオ・ベルルスコーニは1970年代に、ビットリオ・マンガーノを馬蹄として雇ったのを機に、ステファノ・ボンターデと親しく付き合うようになった。ありがとうございます。